スバル R-2, R-2, R2 は、富士重工業、現、スバルが、かつて生産、販売していた、軽自動車である。スバル R-2 は、1969年8月15日に、富士重工業がスバル360の後継車種として、発売した車である。キャッチコピーは、ハードミニ。 1958年に発売されたスバル360以後360は高い合理性とメカニズムで当時の通産省の国民車構想を具現化した軽自動車として成功した。発売開始後も改良とコストダウンが続けられ庶民に自動車を身近なものにしたロングセラーとなったが1967年発売のホンダ N360 全輪駆動が高出力、低価格で大ヒットとな、以降、鈴木フロンテのモデルチェンジや、ダイハツフェローの登場で、次第に商品力を失ってゆく。その中で発売された本社種は、360の基本メカニズムを踏襲しつつ、それを熟成、発展させたモデルとなっている。360より 120mm 延長されたホイールベースで、 室内スペースが確保されたことと、トランクスペースの創設、アルミ合金製シリンダーブロック、リードバルブの採用が主な特徴として挙げれる。R-2 は発売当初は順調な販売を記録するものの、他社の競合車種も強力であったため、発売後1年余りで販売台数が落ち込んだ。1970年2月に R-2 ライト版。 同年4月に SS 及びスポーティーデラックスのスポーツバージョン、10月に GL の豪華バージョン、1971年2月のマイナーチェンジにより、標準エンジンが3馬力にパワーアップ。さらに同年10月のマイナーチェンジでは、水冷エンジン搭載モデル及びスポーツモデル GSS 投入と、やつぎ早なマイナーチェンジで対応したものの、販売台数の回復には至らず。 1972年7月に、水冷にストロークエンジンのみのレックス2ドアセダンシリーズを発売し、主力車種を移行したことで、同年7月に、水冷シリーズがカタログ落ちし空冷のみ存続したものの、1973年2月のレックス4ドア発売と同時に、R、R-2 はそのまま販売終了となった。ボディーデザインは、 富士従者内によるもので、A ピラー以降のデザインには1960年代、初頭から数々試作されていたスバル360ベースの研究者の影響が見られる。家族旅行も可能なトライクスペースの確保が絶対条件であり、一般的にボンネットと呼ばれる場所に210リットル容量のトランクルームを確保 360cc 系自動車のすべて、 三栄処方71ページ3フロントセクションはシンプルなラインで構成され三角窓を排除したモノコック構造を採用 360cc 軽自動車のすべて三栄処方71ページ参照360より広くなったグラスエリア等と延長されたホイールベースを活かし360に比べ室内は大幅に拡大改良されている スバルフォルティシもマイナス12ドアセダンとほぼ同じ、寸法のドアの採用もあり、大人4人が無理なく乗車することが可能となった。標準車におけるボディガイスは、全長全幅全高イコール2995、1295、百3 4 5ミ、mm、リメートルと、360の標準車と比較してほぼ末置きのサイズとなっている。エンジンは360の EK32 型エンジンにアルミ合金製シリンダーブロック、リードバルブを採用した EK33 型が搭載されている。360の最高出力 25PS、5500rpm、3.5kgm、4500rpm から最大トルク発生回転数が 1000rpm 上がったものの最高出力 30PS。 6500rpm 3.7kgm 5500rpm を発生した。1970年4月には、スポーティーモデルの SS とスポーティーデラックスを追加。SS は三国工業製 36pHH ツインチョークキャブレターの装着、専用エキゾーストパイプ、チャンバーの採用により、圧縮比7.5から 36pS7000rpm。RPM 3.8kgm 6400rpm を発生。スポーティーデラックスはパワージェット付けキャブレターの採用によ 32ps 6500rpm 3.8kgm 5500rpm を発生した。なお、1971年2月のマイナーチェンジを機に標準モデルにもパワージェット付けキャブレターが拡大設定された。 トランスミッションは360の全身3速、交代1速、に3速のみシンクロメッシュからフルシンクロメッシュの全身4速交代1速へと改良され360機から採用されたオートクラッチ引き続き用意された360の副変速機構オーバートップはトランスミッションの4速化を機置きに廃止された 1971年10月 EK34 型水冷エンジン搭載の L シリーズが追加された。グレード名にも用いられる L はリキッドクーリングとラグジュアリーの頭文字である。ウォータージャケットを装備した新設計のシリンダーブロックを採用。水冷エンジン搭載車はフロントグリル右側にラジエーター冷却用のエアインテークが新設され、 引き続き設定された空冷エンジン搭載車との外観上の識別点になっている。最高出力、最大トルクは 32PS、6000rpm、4.1kgm、5000rpm と最高出力、最大トルク発生回転数が 500rpm 引き下げられ、扱いやすくなっている。同時に、エンジンの近代化も図られ、温水用熱キャブレター、 さらに空冷でのセルダイナモからオルタネーター、スターターモーターに変化した。また、水冷化に伴って温水ヒーターを装備することになり、空冷モデルよりも暖房、換気性能が向上している。グレードは、スーパー L とカスタム L の2種類で展開され、スーパー L は空冷スーパーデラックスに、カスタム L は空冷 GL に相当する装備品を採用していた。 特筆すべきは、カスタム L のみにドライブシャフトに等速ジョイントを用いていた点で、後輪駆動車で等速ジョイントを採用した例は、R-2 が初めてであった。地震の水冷のキャッチフレーズで販売を開始した、水冷シリーズではあったが、もともと水冷化を想定していない、R、R-2 に水冷エンジンを搭載したため、冷却配管を室内に通すことができず、 苦肉の策として、サイドシル下に通したことで、配管の腐食や損傷のトラブルが多発した。このため、販売開始から販売終了までわずか9ヶ月間という、販売期間の短さと相まって、残存台数は極めて少ない。なお、後継モデルであるレックスでは、水冷エンジン搭載を前提にした設計がされていた、ため、冷却配管は室内に通されていた。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。